まあチームあってのっていうのはそうなんですね。その、まあ、前回ね、コミュニティの公演を使って、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろ助けて、いやいや、まあ、本当に面白かったですし、やっぱり、まあ、長いこと僕もね、全部見えてたわけじゃないんですけれども、長いこと見ていて、その、まあ、メンバーの移り変わりもそうですけれども、その集団の強さみたいなのがどんどん増していってませんか。だからなんかその入れ替わりっていうのがさ、まあ角田ほど入れ替わってないっていうか、幹部がずっといるから、はい、でなんかうちなんかで言うと大体3時代ぐらいになるんだよね、はい、まあざっくり俺で言って20代30代40代って感じだよね。でいやこの間は割とメンバーがさ、ね、かっちりしてるっていうか、はい、んかそのなんかそういう風にカムカムなっていう気がして、でやっぱり40代になってからの 今のメンバーですね、チームっていうのが、はい、ある種その進化できてきたっていうか、なんか一つの方向性をみんなで見たとして、はい、まあ、みんな同じ方向向いてるなと思って、いやこれまあ言ってもちょっとわけわかんないじゃないですか、松原さんの世界って本当に。だから逆にみんなに聞いてみたいんですよ。なんかそれが割と10年ぐらいかけて進化していってるかなって、30代とかの方がなんか、うん、そんなにそのなんていうのかな、それぞれの見てるものがまだ違ったような。だから30代の頃にいた中堅メンバーってやっぱり辞めたやつが多かったりね、で20代20代で結構俺と八嶋の漫才が中心になってるみたいな、全然違うわけですよ。あれね、あれ見に来てるっていう感覚がありますよね。そう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 。今回松原さん、八嶋さん、何するんだろう。そう、だからアドリブをどう入れるかっていう、もう価値観が。で、それで、やっぱりその他の人っておまけみたいになっちゃうから、またそれはそれで崩壊してるっていう、いろいろまあ、何がね、あの集団としてうちの個性かっていうのが、やっぱこの40代ってから、10年、ここ10年ですね、うん、なんか、うん、進化してきた。世界観の中ですごく個が立ってる印象というのが、うん、あのすごく強くなってきました、うん、やっぱりみんなでって、みんなで世界作ってるっていう感覚が昔の方が強かった、松村さんについていこうみたいな感じが強かったと思うんですけど、うん、今みんなで作っていってるっていう感覚が、うん、ありますよね、あの特にそれが強く思うのは、ヤス、ヨーコ、ニコ、なんか、ね、10年選手、メンバーがしっかり足つけて、お客さん持っていってるから、うん、あ、すごいなって思いますね。まあね、やっぱり劇団員にさ、それ時になんかまあ、なんか俺はそのオーディションやなんか、まあ、今はやってないんですけど、はい、やっぱりその10年ぐらい必要だってみんなには言うんだよ。そのなんか今すぐなんか無理だよっていうようなので、10年見てやっとなんか使えるようになるんだろうなみたいなことは言ったりするんだけど、まさにそれぐらい経ってきてるんだよね、今が。そうかもしれない。それ以上経ったら、しっかり、うん、そこでやっぱり一個、まあ、しっかり何か立てるようになってる。10年かかるよってもう言ってるんですよ。そうだから、そのなんかここに入ったら即なるんですよ、まあ、矢島さんみたいにテレビでそういうふうに考えてるするから、そういう団体じゃないからっていう、そうなんですか。それつまりは教育機関の人があるから、そう劇団はやっぱそうじゃないといけない。そうですよね。まあそれはうちもまあそういう意味では、あのじゃあ公演がないとき何かしてるのかって言われるとできてないんだけど、本当はそういうもんだと思うんだよね。結構教育機関、そのカムカムの演劇を作るためのでないといけないと、じゃあその質問ですけど、新人さんを取るときに一番なんか大事に見てるってどこだと思いますか。結局ね、劇団員オーディションってやったのってもうはるか昔で、ああそうですか。で、なぜかって多分ね、やす子が入った時が最後だと思うんだけど、それぐらい前なんだけど、
10名以上、はい、なんでそこで辞めたかというと、やっぱり劇団員として入ってきてもすぐ辞めちゃうから、そこからアンサンブルオーディションに切り替えた、要するに公演ごとに合奏してますね。でアンサンブルオーディションは今も続いてる、今はアンサンブルって言葉を取って、はい、普通にオーディションしてるんですよ、うん、そのまあアンサンブルオーディションみたいなんで来た人で、変な曖昧なシステムにしてて、相思相愛であれば入ればいいっていうこれ、これ曖昧さが大事だなと。そうなんですよ、うん、でもそうなんですよ、そうそうそう、なんか一緒にやるときにもちょっと賭けになるじゃないですか。そうそうそう、まだあんまり知らないのに1週間まあ見たぐらいで、よし、いいよ、一緒にやっていこうって、なんかね、そう、だから俺だけが逆にいいと思ってて、向こうがあんまり、そうですよ、あ、言われたからじゃあとかじゃ困るなと思って、一回やってみたら、うん、なんか合わんなって、そうそうそう、それで、やっぱり一回やれば、カムカムの実態が分かるどういう演劇をやってる時の、その舞台裏とかも含めての、多分2時間のそれだったら、2時間の過ごし方とか、をこれが本番かっていうのが他の人と違うから体験がで、そういうバラとかも超えて、それをまあ体験した上でね、いやーまた出たいなっていう人がいたら、で俺もまたこの人使いたいなっていう人が一致すればなんだよね、はいはいはい、だから基本的には今は向こうから言ってこない限り俺はもういくら気になっても言わない、あ、劇団に入らないかとか言わない、ただオーディションに何回も来たら気に入ってる人はもう絶対それで通るんだけど、なるほど、うん、その今その度にこう取ってそのやってもらって、それでもう入りたいんですみたいなことをやっぱりはっきり言ってきたら、よしじゃあっていうようなシステムに今なってて、今の方の入ってる人はみんなそうなんですよ、若い人たち、うん、自分から言ってきて俺もいいと思ってたみたいな、それはだからさっきの質問に戻すと、なんか いい役者を取ろうとか、こういう力がある人を取ろうとかじゃなくて、昔はそういう時代もあったんだけど、その本当に相性とか、このうちの空気に合うかなみたいな、それはうちの空気っていうものを変える気がないからだからうちの空気ってものに変わらないですね、なんか不満を持つかなとか、そう逆にそのみんな今いる人がこいつに対してなんかざわめくかなとかさ、はい、そういうことを考えるね、オーディションの時にいつも、ね、なんかこの役のためにこういう人っていうオーディション今でもほとんどなくて、漠然としかなくて、まあ、例えば一人子供みたいな言うといいなぐらいはあるけど、はい、本当に愛情だから同じカムカムのワークショップみたいなことをやってもらって、別に何を発表するかより過ごし方をずっと見てるんですよ。あ、これ楽しんでやってるかな、はいはいはい、あるいは 人と話し合ったりする、はいはいはい、人と話し合ったりするのを楽しみと思ってるかとか、はいはい、相手がその人と話すことを楽しいと思えてるかとか、夢中になれてるかとか、そういうのをずっと見てる、なんかそんな目線を持ってらっしゃる。だからみんな多分結果をね、まあ、こんなのバラしちゃうとまたあれかあれだけど、まあ、バラしてよ、知っててできることじゃない、はいはい、だからみんな結果をもちろん気にするじゃない、こういう、はい、こういう設定で中度みたいなのしてくださいね、だから違うんだよね、それを作る過程をじっとどういう、なんかこの人は自分のことしか考えないんだなとか、はいはいはい、人の意見遮るなとか、はいはいはい、この人何こういう時に何もアピールしないんだなとか、成り行きに任せちゃうんだなとか、いろいろそういうことがあるんですよ。もうまさに座長ですね。そう、ね、そういう、そこクリアしないとしんどいね、こう、まあ、まあそうですよね、なんか、いろんな、なんか、例えばその人、だいたい匂いで嗅ぎ分けるからいないんだけど、やっぱり、すごく内面のことをさ、メインに置くものが役者であるっていうのが、はいはい、一般的には柱になって、はいはい、多いそこを信奉する人、そうですね、うちはそうじゃないうちは万能全部、それは、はい、それよりなんかこの3つぐらいものがあって、3つのものを入れ替え、一瞬で入れ替えるとかと、
本当にこの人のことを嫌いになる内面の作り方が10日なんですよ、はいはいはい、それとか自分は出ないけれども何か孤独を下から一瞬で渡すとか、はい、そういうことが10日なんです これにこんなものは役者の仕事かって思っちゃうともう絶対無理になっちゃうし、そこをね見つけないといけない。そうなんですよでもやっぱだからその、まあ、ちょっと違うかもしれないですけどフィジカルの鍛え方というか、だからその、まあ、内面感情よりもフィジカルの在り方みたいなものはすごくカムカムメンバー、まあ、例えば人形使いあるじゃないですか、今回の時軸でいうとカラスの動かし、あれってやっぱり人が動かしてるじゃないですか。やっぱりその自分 の, そのあれってまあまあ言ったら気持ちなんて自分の俺の気持ち全く関係ないです。まあその鳥になんか気持ち持ってるかするのかもしれないですけどね。だからあれもすごいセンスだとは思うんですけど、だからああいった自分の消し方みたいなことっていうのがみんなできるのがすごい。そこが大事なところなんです。あれはできないんですよ、やっぱり。だから時間かかると思うし、そこを理解できてる。で、なんだろう、自分を押し付けないというか、俺は俺じゃない、今っていう。そうそうそう、それはね、やっぱりもともとそういう人を取ってる。だから、宇宙的なんで、俺がっていうのがあるのが八島さんだからです、はいはい、で、それはそれで芸能界行って、まあ、よかったねってことなんですけど、なんかみんなそんなに、やっぱり子供がさ、紙飛行機キューンとか やってる時ってこれに集中してる。そうですね。そういう夢中のなり方に結婚すぐなるんだよね。だから鳥のね、角度とか、こうピューって飛んでいく感じとかを、本当にまさに本当にこう、なんか、こっちに気持ちを入れてるという感覚が、みんなができそうと、本当素晴らしい。今、進化的に思い出したけど、その一番最初の出会いのワークショップの時に、はい、なんか、成木がやった班の発表で、はい、なんか鳥、こう、いろいろ、ピューってやってたのを、俺覚えてる。あれ面白い。なんかね、バッと雲みたいなのあれやると、ピューってやってたよね。いや、すごいすごい。写真を、ね、題材で思い出した。ましたよ。昔はそういうこと言われた、そういうことに芝居って大事だと思ってんだよね。僕も本当にそういうの大好きなんですよ。ウォーフォースというイギリスの演劇が戦火の馬って映画になって、ああはい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 、ナショナルシアターで見たんですけど、はいはいはい、馬、木で作って馬を4人ぐらいで動かしてる、終始動かしてて、もうすごい名作なんだ。それも何見るかって、動かしてる人がかっこいいのひたすら、うん、動かしてる人のもう馬を見ずに動かしてる人を見ちゃうから、はいはいはい、それを、まああれはもしかしたら裏方さんがやってるのかもしれないけど、なんかそういううちはそういう観点があって、うん、そういうなんかね、こう道具を動かしてる役者ってかっこいいとか。本当にそうです。でもやっぱそうなるのにも綺麗に歩かなきゃいけないし、すごくニュートラルに立ち方しなきゃいけないんです。あれもやっぱりなかなか体力するのに時間かかると思うんですけど、やっぱりでもそのうちの場合そのニュートラルっていうのはこうスローモーションってこうなってもそんなにそういう訓練してなくて、その概念としてそれぞれで得していくっていう感じがあって、ニュートラルっていうことをすごい使うから、はいはい、そこニュートラル、はい、でも別にニュートラルの訓練なんか、まあ 俺はやったことあるけど、はい、みんなやったことなかったんだけど、なんか立ち姿って、その自分の我を消した立ち姿みたいな、自然にできてるんだよね。でしかもそれぞれが、よーく見てみるとっていうような。だからそこがやっぱ、あれですね、まあ、山ちゃんしかり、ブリちゃんも、カミちゃんも、やっぱそういう立ち方が、できるというところで、まあ、ずっと見て覚えるんでしょうね。そう、経験でね、自分なりに自然に得していってるっていう感じなんだよね。だからまあそういう意味ではその八島さん、山さん以外はさ、そのなんかやっぱり逆にこう古典みたいにさ、グラッと画を出すのはもしかしたらみんな苦手かもしれなくて、あそのよその現場とか行った時に、はいはい、
弱肉強食みたいな時に、はいはい、そのコテみたいなの負けるって消されそうなのになるのはあるかもしれない。結構が強いですよね。あ、そうかね。もう本当に、まあ、でも昔はもっとなんか、うん、ね、変わった人がたくさん昔の方がその、がみたいなものもある程度必要だっていうのは あったから、はい、今もないんだよね、本当にないんだよね、うん、そのなんか それぞれなりに解決していくものであってなんか本当にあの A ちゃんとか、うん、A ちゃんとかなんか普通だんだん普通になってきましたねそう僕がなんか慣れてきただけですかね。いやいや、あの普通にそれはあの、ね、やっぱり一個世代前の、ね、その英二郎の突出みたいなのを戦術として利用してたのをやめてるから、もうちょっとそのなんて集団サッカーみたいになってて、だから英二郎の昔の使い方は、まあ、突然シュートを夢に走り出すやつみたいな、でそれで相手が混乱してる隙にはなんとか今はあのちゃんと割とすごい速いパスができてる、はいはい、バルセロナみたいなすっごい速いパスで、でエジュラなんかもそこに対応しないといけない。あ、なるほどなるほど。そうそう、だからちょっとディフェンシブになってんだよね、配置が今は、ね、今村さんとかね、今村さんみたいなもんだ、もう本当にゴール前にいて今村さん急にシュートキュッとあそこへボール行けば当たるんだそういう人だ。その当てて入れる。当てて入れる。立って投げる。そうそう、立って投げる。ポスト。そう、だからそういうのが多分30代ぐらいの頃の、はいはいはい、芝居で、はい、でちょっとそのもうちょっとすごい細かい戦術的な動きみたいな、ね、はい、本当にそんな感じになってるよね。でその中で一瞬一瞬バンとなんか役者のきらめきみたいなのが。できるっていうふうになんとなく自分たちなりに やってるっていうか、だからあんまりその細かい演出をね、そういう面ではしてないんだよね、そのなんか戦術のことばっかりとか。だから僕初めてカムカム参加させてもらったのはカムカムの公演じゃないですか、黒船来襲。カム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 2004年の黒船来襲ですね、はい、で大自然2007年大自然で、第22017年、だから昔からのそう、だいぶいろんな時代を見てくれて、ね、でもなんか本当に稽古場は変わらないなという感じで、すごく進むのが今は、まあ、あんまりそんな稽古場は見てないですけど、こういうの見てて、まあ黒船来襲と大自然に関してはさ、清水博さんが結構清水さんの勢いになんかこっちももう譲ってたかな公演だから要はアドリブって作ってるもんね。あ、そうそうそう。で黒船来襲っていうのはあのエチュードを繰り返してそれを書き取ってたやつだから、エチュードやって、うん、でちょっと面白いのもう一回やってとか、そう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 、ちょっとこここうしてとかっていうふうにして、でそれをシナリオを次の日持ってくるんですよ。そうそうそうね。それはカムカムでは、まあ、超初期にはやってた頃のことなんだけど、はい、そこまで完全にそういう作り方したのは割と久しぶりで、はいはい、でやっぱりそのエチュードにおける清水さんの力が、あと薫とかもいたから、あの野口薫とかみたいなそういうつわものだから、もうそのフォーメーションのサッカーというよりは個人技個人技個人技のやつなんですよ。で、カムカム側もね、あの広瀬とか、ね、広瀬さん、山ちゃん、山ちゃんもいて、ね、そう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 。これあのプロレスの形式になってて、そう5対5でカムカム側5人で客演5人で、幕末の芝居を始めて、で一人ずつ減っていきますよこの形式は。誰が死ぬかっていうので、なんか現在3対2とか、そうそうそう、イルミネーションが残るかっていう、ね、誰が生き残るかっていうのを意識で、いや、なかなか面白い。面白かったですよ。で、黒船の中で、何回もね、黒船はもう一回やれないかって考えるだけどな、やっぱあの人たちいないとかっていう。
いやすごかったな。あのやっぱり僕も清水さんと知り合ったのはまあ そこだったんですけど、あそっか、それがなという中道なんて。